ここで皆さん一個の疑問が生まれると思うんですよね。あれみたいな、先生、動詞の前に置くやつって前回勉強した副詞もそうじゃなかったでしたっけっていうね。はい、皆さんこんにちは、よしです。ということで、中国語基礎講座第8課の助動詞、今日はやっていきましょう。動詞を助けるんですね。助ける助動詞くんですね。意味わかりませんが、じゃあまず皆さんね、今日はね、この助動詞っていうのが中国語でどういう風に使うか、であとは、後半ですね、結構ちょっと大事なこの助動詞、ここまで来るとですね、皆さんいろんな品詞のものを勉強しましたよね。副詞も勉強したし、介詞も前置詞も勉強したし、じゃあそれらが一つの文になった時にどういう語順になるのかっていうのもちゃんと後半で解説しておりますので、これしっかりとちゃんと見てください。一応ちょっとね、これまでの開始とか副詞の、復習も兼ねている動画となっておりますので、よろしくお願いいたします。で、皆さんまず上の文ですね、私はここに行きますっていうのはね、もう作れると思います。こういう風に分けてですね、これ何別に分けてるかっていうと、こう品詞ごとに分けてるわけですよね。単語と品詞ごとに分けていて、中国語は SVO というね、こういった主語、述語、目的語という形で進んでいくというのが中国の語順でした。じゃあ下の文はどうなるかっていうと、こう行きたいみたいな、こう行きますじゃなくて行きたいっていう、これまでお母さんこれ行きたいって願望がね表してますよね。でもこの動詞の部分っていうのがこう願望がプラスされているというようなねニュアンスですよね。じゃあこの願望を加える時っていうのは、じゃあ願望の助動詞というものがねこう必要になったりするわけなんですね。なので下の文はできなくても大丈夫なので、まずは上の文ですね、私はここに行きますっていうのを作ったら、でそれにどういう風にしたらこの行きたいという文にねできるすることができるのかどうかっていうところをやっていきたいと思います。では皆さん、5秒4 3 2 1 0。はい、ということで、じゃあこれね、サクッと答え合わせしていきましょうか。はい、私はここに行きますわね、答えここに書いてあります。我去这里ですよね。我去这里とね、ここのね我のところが主語、そして去のところが V、 そして这里のところが O ということですね。どこどこにを表すのは動詞の後ろに来るというのがね、最初の基礎文法講座のところでやりました。これがね、中国語の基本的な、一番基本的な動詞を使った時の語順ですね。SVO というものでした。じゃあこれに、さっきの文だと行きますじゃなくて、ここ行きたいっていうね、ニュアンスを加えなきゃいけないんですよね。願望を表すとき、ね、願望を表すとき、何々したいですよっていう願望を表すときは、助動詞が必要となってきます。どんな助動詞が必要なのか、ここにも書いてありますが、思うという字を書いて、これ、シャンですね。シャンと読みます。シャンですね。シャンと読んで、で、これがつくことによって、ここの文ありましたよね。我去这里のここの文に、助動詞、ここの部分に助動詞が加わって、シャン、去となるから、行きたいという意味に付け加えることができると。だからこれ別にね、食べたいだったら、シャン、つとかに変えても OK ですからね。シャン、つとか。で、行きたいだったら、行くっていう動詞が、に願望を、ね、こう付け加えて、シャン、去、つりというような形ですね。ここからわかるように、助動詞っていうのは、動詞の前に置きます。例えばこうなんか大統領を守る SP とかってこう前にこういるじゃないですか。 SP なんか後ろだけつけますみたいなないですよね。なんかはいあなたを助けます守りますみたいな感じで、後ろじゃなくて前がらきやんみたいな感じになっちゃったら助けることできないですよね。だから助ける助動詞っていうのは必ず動詞の前に置きます。動詞の前に置く。で、動詞の前に置いてますよね。注意のこれ注意の前に置いてますよね。注意の前に来てるから、これでやっとこのね、動詞、注意という動詞を助けることができるんですよ。ね。だから、これ必ず前に置いてあげるというような約束で見ていきましょう。で、助動詞と動詞っていうのが、これ一つ皆さんに覚えておいてほしいんですけれども、助動詞と助動詞と動詞で、これで一個の V の塊になるというようなね、考えを思っておいてください。思っておいてくださいね。これ、なんでこういう考えをしなきゃいけないかっていうと、後半でこれにプラス副詞の場面とか、これにプラス前置詞の場面とかっていうのがあるんですね。で、特に、副詞の時はそんな難しくないんですけど、前置詞が入ってくる時っていうのはちょっと難しくなってくるので、ちょっとこれで、とりあえずこれが塊になって動詞に、一個の動詞っていう、動詞の塊になるというようなね、形で思ってくださいね。我想去这里、我想去这里で、私はここに行きたいというものになりますと。これで皆さんね、助動詞っていうのを必ず前に置いてあげるというのは理解できたと思います。じゃあ、どんな時にこの助動詞が必要なのかっていうのをね、一緒に見ていきましょうか。例えばこの助動詞が必要なパターンと、副詞が必要なパターンありますよね。助動詞が必要な時っていうのは、
日本語だとね、日本語だと動詞の形が変化している場合です。どういうことかというと、日本語で行くは行き、じゃあこれに願望を加えたら行きたいって変わりますよね。食べるが願望入ったら食べたい、見るも同じく見たいみたいな感じになりますよね。こんな時に動詞自体が変化している時、日本語で見た時ね、日本語で見た時に動詞のこのこう意味じゃなくて形ですね、日本語は間違えてますね。どうしてもこう形が変化している時っていうのは中国語だと助動詞が必要になります。これ全部だからシャンをつけるっていうようなねイメージですよね。シャン、チュイ、シャン、ツシャン、カンっていう感じで。じゃあ副詞ってこれ、ここで皆さん一個の疑問が生まれると思うんですよね。あれみたいな、先生動詞の前に置くやつって前回勉強した副詞もそうじゃなかったでしたっけっていうね。その通りでございます、その通りでございます。副詞も動詞の前に置かなきゃいけないんですよね。じゃあ副詞と助動詞っていうのは何か違いがあるかっていうと、副詞っていうのは付け加えるっていうね形ですよね。だからめっちゃっていう部分が副詞だし、ずっと見たいだったらずっとが副詞だし、また食べたいだったらまたが副詞ですよね。だからめっちゃとかずっとまたとか、こういうようなニュアンスを付け加えたい時っていうのは日本中国語だと副詞が必要になるんですよね。で動詞、ここがじゃあ行くから行きたいとか見るから見たいとかって変化する時っていうのは助動詞が必要だと、覚えておいてください。じゃあこのめっちゃ行きたいっていう風にあるとしますよね。めっちゃ行きたい、これをどういう風にじゃあ注釈文するかっていうと、まずめっちゃっていうのが一個区切れるなら、これ副詞が必要だなっていうね、ここで副詞が必要だなってなって、で行くじゃなくてこれ行きたいっていう願望じゃんってなるから、ここは助動詞と動詞が必要だなっていうような、形になるんですよね。めっちゃ行きたいと。だからこういう時っていうのは副詞が必要みたいな感じで、日本語のどれに当たるのが副詞なのか、どこに当たるのが助動詞なのかっていうのをはっきりすると、日本文からの注釈文っていうのはすごくすんなりできます。まあ、こんな感じで助動詞が必要なパターンと副詞が必要なパターンっていうのがあると。じゃあ一体どんな時にね助動詞の種類があるのかっていうのをちょっと見ていきましょうか。まあ、さっきやった一つはね、何々したいっていう願望ですね。あと何々する必要があるっていう時とか、すべき、この時はがいっていうのをね使ったりもしますね。がいで、何々できる、ね、何々する予定っていうのは、これ、ほえですね。ほえ。まあ、こんな時にもね、使うことがあるという形で、これのは全部後ろに動詞、動詞、動詞、動詞っていう形で、必ず助動詞プラス動詞の形になると。ね、SP ですからね、前に置いてあげないといけません。で、単語帳とかだと、なんか四角状みたいな書いてあると思います。なんかこう、四角状みたいな感じで、そしたらこれは助動詞なんだっていうような意味がわかると思います。それで、その後に例文を見たりとかすると、その例文の後ろに動詞が必ずあっていうような形で、まあ、こんなのが助動詞としてはありますよっていう形ですね。じゃあ皆さんここまでですね、 OK ですよね。じゃあこれに今度は副詞を加えたバージョンですね。まあ、助動詞と動詞だけだったら、例えば行きたいだったらね、シャン、チュイ、シャン、カン、シャン、ツーみたいな感じで、この3つっていうのは簡単に皆さんもね作れると思うんですけれども、じゃあこれに副詞が加わった場合っていうのはどういうことかというものですね。で、副詞が加わった場合の語順っていうのはこんな感じです。で、さっきも言いましたが、助動詞と動詞で1個の動詞っていう見方をすると、あ、そっかみたいな、副詞って動詞の前に置かなきゃいけないから、じゃあ動詞っていうのが、じゃあ助動詞が加わってちょっとなんかでかくなったからといって、一文字の動詞が2語になったからといって、この2語で1個の動詞なんだっていう風に見ることができるんですよね。で、その前に副詞をつけて、めっちゃ、ずっと、またとか、これらの文ですね、ちょっと作ってみましょうか。はい、じゃあこれはね10秒あげますので、皆さんぜひ作ってみてください。よーい、スタート。はい、終了です。ということで、じゃあ答え合わせしていきましょうか。まずめっちゃ行きたいとかだったらね、これさっきも言いましたが、副詞、副詞とこれ動詞っていう見方をしなきゃいけないので、もう簡単ですよね。ここでまず行きたいっていうのを作って、で、シャンチュイ、これにフェイツァンを付け加えたら、フェイツァンシャンチュイ、これめっちゃ行きたいという意味ですよね。これ踏んでもいいです。これ踏んでもいいです。フンシャンシュって言っても OK ですね。ずっと見たいだったらシャンカンですよね。見るっていうのはこのカンっていうね字でしたね。カンっていうのを使ってイズシャンカンっていうイズ、これでずっと見てたいみたいな、一直と書いてずっとしたいみたいなね感じになると。で、じゃあまたっていうのはね、皆さんさよならって言いますよね。中国語のさよならって何ですか？ザイチェンですよね。あのザイチェンっていうのは再び会いましょうっていう意味なんですよね。チェンは会うという動詞で、これ在地の副詞で再びっていうような意味で、まあ再びならさよならなんだけど、その要するにさよならの奥にはこのまた会いましょうねっていう気持ちが隠れてるんですね。なんて素敵な中国語なんだと。じゃあ在何々っていう風に言うときは在シャンツーっていう風に言って、
って、これが助動詞と動詞のね、シャンツーっていう。で、その前に副詞というような形ですと。だからこれが副詞と助動詞を一緒に使いたいときっていうのは、こういうような語順になりますというものですね。で、ただ、今ね、こんな感じで、副詞、助動詞と動詞の前に副詞が来ますよって言ったんですけれども、例外としてね、助動詞と副詞っていう語順もあったりもします。例えば、私先に食べたいとかっていうときは、これね、我想先吃みたいな感じで、これ例外としてね、想って助動詞ですよね、吃が動詞で、この間に副詞が入ってくるみたいな、なんて時もあります。これは副詞によってです。副詞、どんな副詞がつくかによって、まあこういう語順になり得ることもあるんですけれども、基本的にはこちらのね、副詞プラス助動詞プラス動詞という語順で見ていただければと思います。はい。じゃあ次ですね、次はまたちょっとややこしいんですけれども、前置詞、皆さん、開始っていうのやりましたよね。ここでとか、誰々とみたいな感じで、ぐんとか、ちゃい。これね、ちゃい、どこどこでとかっていうね、前置詞の顔をね、勉強しましたけど、この時っていうのはちょっとだけ特殊になります。この時っていうのは、助動詞プラス、前置詞くプラス動詞という形ですね。はい、くというのがちょっと、見慣れないのがね、出てきたと思うんですけれども、皆さん、前置詞って単体じゃダメでしたよね。単体じゃ使えなくて、例えばじゃあ、ここでとかだったら、在の後ろに名詞が来なきゃいけませんでしたね。名詞。じゃあ、この名詞と、で、プラス、ここに動詞と。で、助動詞がこの前に来るっていうような感じになるんですね。この語順で、じゃあ、私はここで食べたいって言いたいときっていうのは、助動詞プラス前置詞くプラス動詞という形になりますので、これ、じゃあ皆さんちょっとね、また10秒あげますので、10作文を作ってみてください。ちなみに、ここでっていうのは、在を使いますね。ここで。まあ、ここに行きたいみたいな感じでね、動画の最初で、ツーリーっていうのをやったと思いますので、皆さん、じゃあ10秒あげます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ストップ、終了です。これ答え合わせしていきましょうか。はい、助動詞、まずね、主語が来なきゃいけないですね。 S が来るので wo ですよね。そしたらその後助動詞の、これ今回だったらシャンを使わなきゃいけないのでシャンが来ると。で、前置詞の句ですよね。じゃあこの日本文の中で前置詞のね、句を使って表すことがここでという部分ですよね。ここで、そしたらこれっていうのは在这里と言わなきゃいけないということですね。これで、在这里、これで、ここでという意味になると。で、食べたいなんだけど、この食べたいがね、今回離れちゃうんですよ。シャン、ツーみたいな感じで。これが助動詞と動詞。まあ、前置詞を入れた時っていうのは、ちょっとね、離れちゃうというような感じで、まあ、でも前にいるので守れるという感じでね。我想在这里吃。で、これ例えば、私は彼と食べたいみたいなね、じゃあ、になるとき、ここがここでじゃなくて、彼と食べたいっていう意味になったら、ここが在这里じゃなくて、ここの在这里の部分が、在以下のところが、跟他になるわけですよね。我想跟他吃っていう風になれば、私は彼と食べたいっていうような意味になると。これもまた離れてますよね。助動詞と動詞が離れて、要は前置詞を表す語句がある場合っていうのは、この助動詞と動詞の間に挟まると。こんな感じですね。間に挟まると、覚えてください。これは前置詞の場合のみです。前置詞が入ってくるときっていうのはこうなるという感じなんだけど、忘れてほしくないのは動詞の前にいますよということですね。必ず守る、助けるなら前にいてくださいというのがこの助動詞でした。はい。じゃあ、ここからですね。まあ、こうやっていろいろとね、皆さん、まあ、ルールとかをね、理屈を理解したりとかすると思うんですけれども、一番これいいのはですね、もうこの4フレーズしかないですから、今日ね、この4フレーズをもう音ではっきりと言えるように何回も復唱して、あ、そっか、そういえばこれ前置詞が入ってる文だったから離れてるなとかっていうのを、もうこのね、4つの文を暗記してしまえば、今日説明したことっていうのはですね、全部できますので、いずれ思い出すことができるんですよ。なので、このね、復習音読コーナーめちゃくちゃ大事にしてくださいね。こう理屈をこう、例えばいくら理解したところでですね、最終的に皆さん、例えば、I want to みたいなのってもう音声で覚えてると思うんですよね。中学英語の時にやった何々します、何々したいとか、I want to みたいな、want to になりますよみたいな、I want to みたいな、today, want to I みたいにならないじゃないですか。だから、もうこれっていうのはもう音でね、何回も音読して覚えちゃってください。ということで、皆さん、ちゃんと
ね、音読ちゃんとしっかりね、話したいのであれば口動かさないとダメですからね、やっていきましょうか。ゆっくり音声と早い音声順番でいきますので、上からやっていきます。私はここで食べたい。我想在这里吃。我想在这里吃。めっちゃ台湾行きたい。非常想去台湾。非常想去台湾。また臭豆腐食べたい。再想吃臭豆腐。我再想吃臭豆腐。ここに行きたい。我想去这里。我想去这里。はい。というような形で、副詞ってフェイちゃんはちゃんとこの前に来るんだとかっていうのが、文をね、文でこう覚えられるので、まあ、こんな感じで、ね、何回も何回も自分が暗記して言えるような文、ね、意味がちゃんと分かってて、文構造が分かってる文っていうのがどん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 増えていくと、だんだんね、その聞き取りもできやすくなりますし、話すときもその構文のまま、口に出すことができるので、これしっかりとね、音読取り組んでみてください。ということで、皆さんお疲れ様でございました。今回の第8課のね、助動詞を持ちまして中国語の品詞の解説っていうのは、終了となります。皆さんお疲れ様でございました。次回からはですね、まあちょっと実践で、まあ中作文をしたりとか、皆さんと例えば中作文するときっていうのはこういうような、考え方をするといいですよみたいな、ちょっと実践ね、練習みたいな感じ、まあ HSK とか中国語検定とか、そういったまあ中作文対策にもちょっとやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。今回はね、助動詞最後、品詞の説明最後ということで、なんだっけ、宿題か。宿題はなしとなりますので、皆さんぜひ、ここまでね、品詞の第8課まで皆さん一緒に勉強しましたけども、ここまでの感想、そしてコメントとかですね、いただけるととても嬉しいです。そして、ぜひね、まあ、グッドボタンとか押していただけると、押していただけたりすると、めちゃくちゃ嬉しいので、よろしくお願いいたします。ということで、皆さんお疲れ様でした。再见。游戏伴很开心吗？很开心。好开心。超级开心。好开心哦，很开心哦，也开心。